の野望。キリシタン国日本編第6回始まるよ。中華統一にはめどがついているので、インドと中央アジアに目を向けていくで。チャンプルとスペインから呼び出されてるけど、スルーして朝鮮行くで。キリシタン太陽の地に聖戦がついてるの美味しいな。朝鮮とハチプロビ活上で講和や。1521年5月28日、ベンガルに聖戦を自由に宣戦布告や。キリシタン国日本同盟33万9000、ベンガル同盟の19万8000や。せめてベンガルを横断したいところやな。ロシアが感染者侵入して連絡が途絶えた。この1プロビ繋がってないのイラつくわ。構成アイディア解禁や。グジャラートと1プロビ活上で講和や。また要塞陥落や。アバ要塞落とされたな。ジャガタイ首都入り陥落や。シビル首都チュメに陥落や。
ルとの同盟破棄で講和や。コーク派女要塞陥落や。ベンガルと12プロビ割譲とデリーとの同盟破棄、180ダカット支払いで講和や。1626年5月3日、バズマニーに聖戦を自由に宣戦布告や。大越はアユタヤに呼び出されてるやつやな。ベインは原住民相手に呼び出さないでほしいで。バクマニーと11プロビ割譲と戦争賠償金495ダカット支払いで講和や。中華もだいぶカトリック。店長に中華統一 CB 使えるって書いてあるけど、店長廃止されてるのに中華統一 CB あるな。中華皇帝に付属してるのかな。また黄河の反乱だ。明と伝統併合と旧プロビの中核州放棄で講和や。中華統一や。オセアニアのイングランド領が欲しいからやっとこう。アメリカ首都はホノシャ出てこないから最高だぜ。朝鮮にも宣戦するで。イングランド領オーストラリアを全土併合。朝鮮を全土併合。せっかく中華統一したけど、超高国から軍視点欲しいので解放や。1641年2月10日デリに聖戦を自由に宣戦布告や。相手兵力は6万くらいやな。マラッカとブルネイ、ベンガル、パサイとの同盟破棄で講和や。マラッカの同盟破壊が目的の戦争やしな。ディゴールを全土併合。ベリを全土併合。超広告で残したいけど、沿岸部残すと欧州勢に食べられちゃうので諦めて併合や。その超広告から防衛要請でフランスとかイングランドとかと戦争になって面倒やしな。スペイン軍の呼び出し頻度よ。1644年3月4日ベンガルに聖戦を自由に宣戦布告や。陥落や。兵力はキリシタン国日本同盟38万2000、ベンガル同盟の18万や。サータガーオンが奪還されたの。首都ガウダ陥落や。サータガーオン再陥落や。
グジャラートとジャウンプル、ベンガル、デリーとの同盟破棄と戦争賠償金150ダカット支払いで講和や、デリーの戦いにてデリー軍4万9000に敗走したで。途中までは勝てそうな雰囲気やったのに、効果派女要塞陥落や。なんでスペインの戦争相手がニューファンドランドからイングランドになった。ベンガルとの同盟破棄で講和や、カレー要塞陥落や。デリー首都デリー陥落や。ニプロビ割譲と260ダカット支払いで講和や、ベンガルの12プロビ割譲とコーチチャールカンド、セウィーおよびシッポーの解放で講和や。解放した国は後で超広告にするで。キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。